はい、酒井さんの三毛で15センチです。お願いします。はい、模様のいい三毛ですね。この絞り込みもよく、背中の際、そして段取りの取れた紐模様、墨の配置もいいところにつけております。やります。はい、鼻先も綺麗です。ほっぺた、目、火はかかっておりません。はい、サイドです。サイドです。お腹です。この鯉も墨の配置段取りがいいため、この墨がですね、秋に黒黒になったことを想像してください。はい、紅の段取りは非常にいいですね。そうですね、はい、こちらは墨がどのように少し変わってくるか出るか、はい、そのあたりも秋が楽しみな鯉ですね。そうですね、いい模様してますよね。本当に秋に墨がどんな風になるんでしょうか。想像しながら写真動画の方をご覧ください。まあちょっと手びれがこれ白く見えますけど、これちょっと擦っちゃっただけなんで、全然手びれは全く問題ありません。いい模様ですね。うん、酒井さんの三毛で15センチです。ぜひよろしくお願いします。じゃあ最後にアップですね。はい、はい、はい、よろしくお願いします。